デフスミス郡はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は19,372人であり、2000年の18,561人から4.4%増加した。郡庁所在地はヒアフォード市であり、同郡で人口最大の都市でもある。ヒアフォード市は世界の牛肉の首都とあだなされている。 デフスミス軍はその全体で、ヒアフォード小都市圏を構成している。デフスミス軍歴史博物館、ヒアフォード市、ヒアフォード市のデフスミス軍図書館、元は1階に、国立カウガール伝道があったが、現在は、ホートワースの歴史地区にある建物に移されている。デフスミス軍は1876年に、テキサス州議会が創設し、命名したが、 実際に組織化されたのは1890年になってからであり、最初の軍長所在地はラプラタだった。軍名はテキサス革命に従軍した聴覚障害のある石膏かつ兵士だったエラストゥス、ディーフ・スミスにちなんで名付けられた。スミスはアラモトリデが陥落した後で最初にそこに到達したものだった。デフの発音はスミス自身が呼ばれていたように正しくは ディーフであるが、軍民の大半はデフと発音している。デフスミソ軍は放射性廃棄物貯蔵施設の広報地に選定されていたが、後に取り消された。アローヘッド・ミルズの創設者、ジェシー・フランク・フォードが、テキサス州西部の水源の大半を賄っている、オガララ大水槽が汚染されることを理由に、反対運動を行った。テキサスホームクオータリーによれば、 デフスミソ軍は裕福でないテキサス州人の住む場所の公的差で第9位になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1498平方マイルであり、このうち陸地1497平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.06%である。エラストス。 ディーフ・スミスの肖像がディフ・スミス軍博物館像以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ディフ・スミス電力会社の本社がヒア・フォード市にある。この会社はディフ・スミス軍だけでなくカストロ軍、パーマー軍およびオールダム軍にも電力を供給している。ありがとうございます。